モレブリエは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、メーヌイコール・エイコール・ロワール圏のコミューン。モレブリエの一圏南部にあり、歴史的、自然区分上でも猛獣地方に含まれる。ルーセーブル圏と境を接している。ショレの 11km 南東、ビーエの 22km 南西、アンジェの 53km 南に位置する。東から西に向けて、モワヌ川が流れる。 ベルドン湖にあるベルドンダムは一部がコミューンに属している。同様にモワナ川からできたリブー湖も一部がモレブリエに伸びている。無数の小さな河川が南へ、そして北から北西へ向けて流れている。モレベリアとはラテン語のマレムレペレリアムから生じた変異である。マルスレベリアム、マルスレポーリアム、マルスレベレリアスとも記されている。 アルベルドーザの説に反しレペレリアムは、ラベリアーを意味しないが、リールラのいる公園を意味する。悪しきことを意味する、マルス、または、マルとレペレリアムの組み合わせで、その結果、悪しきウサギのそのか、悪しき飼育地、モーベスがレンネとなった。モアニーという標高の高い場所にあるメンヒルの存在だけが、戦士時代からの人の定住の証拠となっている。 ポーショスナムニタムとレモンハムの間を通るローマ街道が現在のコミューンの北側を通っていた。できた時期は不明であるが、教会と召集動員があった。1027年以前、モージュ地方が安住博領に統合されてから安住フルクネーラは要塞を築いた。モレブリエの初代領主はエメリセイである。12世紀初頭、モレブリエ領主たちはシュミエ領主と対立し、 1110年に和平が成立した。モレブリエ領主、ルノーとボードアンは、イングランドオージョンが、ブルターニュコ・アルテュール一世や、フランス王、フィリップソンゲン王と対立すると、利益を得た。13世紀初頭、ルノード・モレブリエは、ルイ8世と対立していた、ドゥアール施策を支援している。100年戦争になると、モレブリエ領主の子、ギオームが1356年の、 ボアティへの戦いで戦死している。1360年、ブレティニーの和訳が結ばれると、ルノー・ド・モレブリエは、イングランドに囚われていたフランス王者二世を、釈放させる代わりに、人質となるべく、イングランドに渡った貴族の一人だった。1386年、ルノーの娘マリーは、ジャック・ド・モンブロンと結婚している。モレブリエの領地と、城は、モンブロン家が継承した。 1505年、これらの土地は、クリストフ・ド・モンブロンの再建者の要求に応じて、没収された。土地は1513年に、グフィエ家に渡り、1542年には、白尺寮に取り立てられた。シャルル・グフィエは1664年に、白尺寮を、エドアール・フランソワ・コルベールに売却している。エドアールは1680年にシャトーを建設している。18世紀。 モレブリエは、アンジェのセネシャルカンク、モントルイ・ユベレのエレクションカンショレのグルニエ・アセルの一部だった。しかし教会は、ラロシェル市教座に属していた。フランス革命が始まると、モレブリエ領主エドアル・シャルル・コルベールは国外へ亡命し、1802年頃まで帰国しなかった。被災は、革命政府への宣誓を拒否して、スペインへ追放された。1790年、 モレブリエは、モレブリエオゴーリの将軍庁所在地となり、1801年の再編で、それゴーリに編入された。モレブリエは、バンデ戦争の中心にいた。1794年1月21日、カファン淳章率いる地獄部隊がモレブリエに到着した。23日、共和国軍は、モレブリエとイゼルネ周辺の村々を荒らし、女性と、 少女からなる総勢14人を射殺した。1794年1月31日、コミューンとトーは地獄部隊によって跡形もなく破壊された。破壊を逃れたのは教会だけであった。1864年、コミューンの面積の一部が新設されたコミューン、トゥトルモンドに付けたすべく活用された。不仏戦争では、コミューン住民の16人が、 犠牲になった。第一次世界大戦では64人が死に、第二次世界大戦では、ベルゲンベルゼン強制収容所へ送られた1人を、含む4人が命を落とした。参照元、1962年から1999年まで、人口の2倍カウントなし。1999年まで、イッヘス、カシニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。